こんばんは。こんばんは。あ、来た。あ、来た。お姉ちゃんでーす。やっほー。ナイキ姉妹配信って書こう。ナイキ姉妹。ちっちゃっ画面。そうやんの。うん。これを。え、こっちサブで入った方ってなんかいろいろできひんの？え、できるやろ。どこで？顔マーク。あ、逆行ったで。逆行ったで。あかんで、ね。ちょっと。めちゃめちゃ汚いから閉めて。閉めようか。あ、痛い。なってんのかな、これ。一瞬部屋映っためちゃめちゃ汚い部屋が映ったね。洗濯物が映ったなんかいろいろ、あ、なんかすごい、イエーイ。え、これ誰のほんまに顔マーク、顔マーク、顔マークないねんけど。あれやん、ない、キラキラ顔、うん、顔にキラキラってあるやつ。あった。あれやろ、それ外カメラに絆創膏貼っとけばいいよね、お姉ちゃん。ああ、口元が似とるやって。口元違うよな、全然違う。なんでここそんな赤い？これ誰見て？どれそれ？海外の人みたいな。どれそれ？やば。まだファンクラブに入れてない、ない、入れてないなんて言えない。ぜひぜひ入ってください。バレちゃったね。最強コラボやって。ありがとう。すごい、すごいってやるの？え、クリアン質問が。あ、質問か。うん。カラコンいらないみたいね。そう。TikTok やりたい。やりたい。これもカラコンや。え、いい、後で TikTok 撮影しようや。え、やるやろう。最近何が流行ってるの？え、分からへん、全然知らんねん。カラコンしてるように見える。私はコンタクトしてますめちゃくちゃ疎いからな、流行りに。めちゃくちゃ目悪いから。二人の TikTok 面白かったやって。ダンダンですよな何か忘れた。チャカチャチャンってやつ。ありがとう。忘れちゃったわ。 TikTok 何流行ってんのやろ、全然知らへんからさ。最近見てないな。見てない。あのさ、最近海外の人ばっかやもんな。そう、今同じこと言おうとした。同じこと言おうとした。言おうとしてた。同じこと言おうとした。海外の人めっちゃ多い、うん、あの目元そっくりやって。そう、全部似てないな、うん、なんかね、全部逆なんですよ、ね、前髪やばいよな、ほんまに前髪やばい、短い。姉ちゃん美容室行ってめちゃめちゃ短く切って。これ巻いてへんって。この長さやから巻いたらやばかった。やばいな、巻かんほうがいいな、うん、NG バージョンを上げてますよ TikTok。 お姉ちゃんが倒れていくやつこれこの時に倒れてたの間ヒューって。え、今後お互いのメイクし合ってほしいやって。あ、ありありあり、楽しそう。ありやな、なんか YouTube みたい、うん、面白いな。あり。え、メイクしたい。メイクしてや、お姉ちゃんメイク、うん、うまいから。私がお姉ちゃんにしたら多分痛くそうって言われた。泣くやろ。え、ギャルチックなるで、ここが前
やってもらったことあるよな。ある。な、うん、ギャルになった。前髪気になる。ギャルギャル。カラコンで変わるな、だいぶ。お互いなんて呼んでますか。お姉はん。お姉ちゃんです。ここって呼んでる。こことお姉はん。喧嘩したことありますか。え、最近さ、うん、あ、で、何？料理？2人で料理とかはしてるの？あ、今日先作った。さっきパスタ作りましたね。和風パスタ作ったな。美味しかった。喧嘩したことあるの？って。ある。たまーにやん。え、一番最近で喧嘩した何か覚えてる？え？私覚えてる。え？一年前。一年以上前。え？覚えてるような覚えてないような。え、私の中で喧嘩やって捉えてたのはスタバやねんけど。あー、スタバだよな。スタバ喧嘩。めちゃめちゃ怖かったし。スタバ何かしたけど、二人とも泣いたよな。お母さんとおばがめちゃめちゃ笑ってた。なかったっけ、二人とも作って。確かに。じゃあ、あれが一番最新、最近の喧嘩やと思ってんねんけど。そうやな。うん、しょうもない。もうしょう、俺もしょうもないけど。しょうもないこと省いたらそれが最新。それもしょうもないけどな。うん。スタバの喧嘩って。しょうもない。説明するのも恥ずかしいぐらいしょうもない。一口ちょうだいの喧嘩。ステイホームが終わったらどこに行きたいやって。ディズニーランド。うん。あ、でもほら。家族でロサンゼルス行くっていう話。あ、行きたい、ロサンゼルス。海外行きたいですね。何それ。でもユニバも行きたい。あ、ユニバ行きたい。なあ。うん。ディズニーも行きたい。これは。スタバでなくしよう。母の日なんかしたのって。え、さっき LINE 送っただけ。 いつも毎年プレゼント送ってるんですけど、うん、ちょっとこういう状況やから、うん、あの送れへんかった。え、なんか送ろうや。な、そう言おうと思ってん、昨日、ここ一昨日ここに、うん、あのなんか買おうかなと思って見てるんやけどって言おうと思ったけど、うんうん、だいたいあの私ショートスリーパーやけどさ、うん、ここほんまにめっちゃ寝るんですよ、みんな。めちゃめちゃ寝る。寝続けたらほんまに起きるの。うん、タイミング、まあ、なんかお母さんに LINE したら、うん、なんかこの間もらったからいいって言われて、うん、え、うち毎年聞かずに適当に送ってんで。え、そう、ほんま。去年は聞いた。去年は何を言ったっけな、うん、ハーバリウム、うん、やっけ、うん、うん、とお菓子の、あ、じゃあお茶のセット、花のお茶のセット。へえ、素敵。私は今年決めました。お姉ちゃんはジェットコースター得意。あげるもの決めたわ。え、何あげんの。まつげ美容液。なんで。え、お母さんマスカラ好きで、好きでっていうか前あげて伸びるのがいいって言われて、美容液なら伸びるやん。うんうん、なるほどね。美容液あげようと思って。何あげようかな。ひめちゃんもおことするの、うん、お姉ちゃんうまいですよ、おこと。私の方がうまい。脇見えてる。脇見せないでください。綺麗やな。お姉ちゃんの方がうまい。お姉ちゃんの方がおこともシャミセンもできる。うん。じゃんじゃかじゃん。ベンベンベン。シャミセンはやったことない。おでこ見せてやって。おでこ。
おでこです。お姉ちゃんのいつもあげてるけど、あ、もうほら、あげた前髪死んだ短くなっちゃった。なんかさ、私インスタ、ツイッター、これインスタ、インスタで、インスタで、あの前髪パッお前にしてくださいって言われて、うん、冗談で、じゃあお前してみようかなとか言ってて、うん、じゃあほんまにお前にされたからあれやろ、あんまり美容室行けへんし、そう、前髪伸びるの早いし、短めにしてくださいって言ったらほんまに短くされちゃったから。短いな、うん、ちょっと頑張って。これお姉ちゃんの部屋暗ない？暗いねん。暗いと言おうか。私めっちゃ明るい。そう、このうちのさ、使ってるライトが、ああ、電球があれ、なんかあったかい色か。ゲロンで三味線弾きました。あれは弾けるようになったで。ソーラーのやつ。あ、まぶしいね。でえ、なんて書いた？お姉ちゃんは前髪命の人って聞かれてね。いや、もともと前髪なかった。何の、うん、明るくなったやろ。うん、明るくなった。いや、そっちの方がいい。ギャルやな。うん、そらね、そらねギャルな。そう、浦島太郎聞いた。最近はピエに森山行ってるやって。いや、まず帰ってないよな。滋賀県、滋賀県帰れてない。帰れてへん。二人とも鼻がママに似てる。鼻が、鼻、二人とも鼻がママに似てるやって。お姉ちゃんは私はママで、目が、私がお母さん、ここがパパ、うん、鼻は私お母さん、パパ、お母さん、お母さん、眉毛パパ、眉毛お母さん、口パパ、口だけお母さん、輪郭お母さん、口だけ違うな。あ、全部違うな、お姉ちゃんと。輪郭お母さん、ここ輪郭パパ、全部違う。耳が私、え、耳お母さんにそっくりやんな、ここ。私お母さんかな、知らんもうパパやんって言われたほんまにそう、ほんまにそうやね、もうパパやんね、私メガネかけたらパパって言われるから。メガネかけたらほんまに似てる。なんかあるね、メガネ。フィルターあるやん、メガネかけるフィルター。なんで？フィルター、メガネかけるフィルターとかそっくりやもんな。あるな、あるかな。一瞬消えた。生き返った。いや、私これ。え、怖っ、めっちゃ怖いんけど。何それ？めちゃめちゃ怖い。で、私メイクが、派手にしてるだけやで。メイク落としたらすっごいここに見せてくれる目。メガネかけてほしいって。待って、メガネ汚いね。何その目、怖怖怖いな。私もやりたい。普通にしよう。ああ、あ、どうやば、怖い怖いパパ、うん、これブルーライトカットやから、なんか色がついてる。ネオンなんか怖いやつないねんか。いいもお母さんか。あ、消えた顔。え、消えた、鼻で消えた。あ、これは？いや、花は、花でかすぎやろ。ハト、ハト。どっちが頭いいの？せーの、お姉ちゃん。自分で言う。お姉ちゃん、英語ペラペラやから。ハートかわいい。
確かにパパさんに似てるかも。あ、性格は私がパパに。私絶対パパ、私性格絶対パパに似てる。私もパパに似てると思う。嘘、お母さんは。運動神経はここの方が絶対いい。運動神経は任して。お互いの名前の由来を教えてください。私だけ教えたら、私はそのまんま志高くです。器用なのはどっちって。ここの方が器用な気がする。ほらそうやろ。いやいや、でも大雑把、器用やけど大雑把、ほんまに大雑把、適当やろ。 B 型、私 B 型なんですけど、 B 型ってさ、こだわったら徹底するからさ、うん、こだわるまで適当やけど、こだわりないもん、うん、そんなにあるけど、ね、ここちゃんは見た目めっちゃ賢そうなんだけどなって。見た目だけやね。見た目じゃないで。そうやな。人間は見た目じゃないで。私やればできる子なんです。出た、 YDK。そう。それやったら私もやる。YDK やから。YDK。やらないだけで。あ、私26歳になった。お姉ちゃん？うん。27歳の年やな。気強いのは二人ともやな。うん。うん、強い。気強いっていうか、お姉ちゃんのが強い。私は強いっていうか、自分の考えてることが曲がらへん。そうやな。私めっちゃ曲がるもん。さっさっさ。確かにめっちゃ見た目賢そうって言われるんだけど。お姉ちゃんは大学行ってましたね。うん。コメント流れてみる。画伯気質？画伯やな。私も絵下手くそ。棒人間しか描けへん。と。棒人間？あ、そうやな。お姉ちゃん下手くそより。私より下手。下手くないから。私より下手。言われたくない。ほんまに下手、私より。いやいやいや。見てほしい。いや、お姉ちゃんの方が下手ですよ、みんな。皆さん。いやいやいや、そんなことない。同じ。ほんまほんまほんま。え、なんだなんだ、私に。なんだっから来るの？ここだけは許せへん。譲れへん。見た目クラスで一番良さそう。賢そうやって。言われがち。ダングリの背比べ。ほんまや。お家でお酒飲むことありますか？ないです。ないです。お酒がおまけ一切飲めへん。お姉ちゃん全く飲めない。間違えて飲んじゃった時あって、うん、もう一杯？で、一口ごくって飲んじゃったの。うん、お茶飲む勢いで飲んじゃったの。うん、最悪。そう。もう、はっってなったけど、5分ぐらい経ったらもう酔いが回って死んだ。そんな弱いんや。そんな弱い。そんなに弱い。飲めへん。本当のお姉ちゃんです。姉一人、もののお姉さん。私一人、ゆき。回るよです。私のどんまり、あつまりも冬越えて春になっちゃった。早っ。私も冬、春。いや、お姉ちゃんの方が早い。だって私次の次、お姉ちゃんも次の次か。一緒や。私秋飛ばした。ねえ。秋飛ばした。なんでか聞いて。秋はあんまり、どんぐりと松ぼっくりが落ちてきて、家具あんまり。すごい、なんか。ん？今一瞬止まった。ほんま？悪いことしてるやんって。秋嫌いやねん。キノコ生えてくるやん。うん、あれがキノコめっちゃ大変。あれが鳥肌立つ。あ、丸いのが苦手でさ。うん、集合体とか苦手やな。
アルコール分解酵素がないタイプ多分ね。ある、ある。私はちょっとは飲めますよ。よく言うよ、1、2杯なら限界まで行ってこない。びっくりした。飲めるって聞いてびっくりした私は。ん、私そう、うん、飲めるって聞いてびっくりした。そう、うん、飲めるよ。なんか、電波ある、電波悪かった。2人でどんぶりしてますね、よく。なんかお姉ちゃんが覚えてるレシピとか覚えに行ってます。ココちゃん飲んだらどうなるんって。知らん、知らん。飲んでるとこ見たことない。そうやな、飲まへんもんな、お姉ちゃんと。でお家で飲まへんからな。飲まへんし、うん。じゃあ今度パーティーするか。姉ちゃん仕事は旅行会社です。滋賀県帰ったら飲む。ん？お姉ちゃん仕事何してるんっていうか。何してるの？旅行会社です。ツアーガイドです。でも今仕事ないです。そうやな。うん、探してます。好みさんに聞いてみよう。お前好みさんに聞いたら分かる、私が酔っ払ったらどうなるか。どうなの、気になる。口調がなんて言うんやっけ、強くなるって言われた。語尾が強くなるって聞いてます。どういうことなの。え、どういうこと、語尾強くなる。分からへん。え、どういうことなの。語尾っていうか口調が強くなる。え、関東弁になるってこと。いや違う違う、いや関西弁やろ。コノミさん酔ってますねって言ってたらしい。でもそれはコノミさんが酔ってたから言っただけで。髪色大丈夫やったんやって。そう、かあの外国の会社なんですよね。日本人私ともう一人しか働いてない、あと全員がお姉さんにガイドされたやって。でも昔は某旅行会社で働いてたんですけど、日本の、うん、その時はお客さんが日本人やからいろんなとこ行った、うん、でも今はお客さん外国人やから有名なとこしか行かへんから、もうそれこそスカイツリーとか富士山とか、うん、あの東大寺とか広島原爆ドームとか、うんうん、なんか有名なとこしか行かへんからみんな、うん、ウィキペディア読んだ方が早いで。やっぱり海外の人向けやからな。そうそうそう、いいやん、みんな大好き浅草。みんな浅草いいな、うん、よく行ってたもんな浅草。浅草行きすぎってぐらい行った。逆に浅草行った時にお客さん30分ぐらい自由行動させるねんけど、うん、その時に休憩できる穴場スポットとか見つけた。ああいいやん、そういうのいいな。そういうのは日本人の人に言えるんじゃない。そう、人があんまり入ってへんカフェみたいな、うーん、ゆっくりできるとか。いいな、浅草行きたい。浅草のメロンパンとか有名やんな。うんうん、いやメンチカツやで。メンチカツ、メンチカツ、メンチカツ有名って言ったらめっちゃ美味しいから食べたい。浅草で年越ししたことあるかも。嘘だ。いや NMB の時ね。ああ、メンバーで行った記憶がある。バスツアーしてほしいやって。楽しそうやな。バスツアー。いいな、バスツアー。与論島のツアーやりたい。やりたい。行きたい、私も。うん。行きたい。行きたいな。あの、私さ、やりたいことあってさ、うん、そういう会社系とかバスツアー、一般人のバスツアーとかって、カラオケしたらあかんねん、うん、バスの中で、うんうん、でもマイクついててカラオケ機能とかあるの。へえ、うん、それすごいやりたい。てかそういう身内とか、うん、ファンクラブとか会社とか、うんうん、あと学校修学旅行とかの貸し切りバスやったらカラオケできるらしくて、うん、へえ、カラオケしたいバスの中で。
いいな。なんか学生の時なんか謎謎みたいなのやってた記憶が。え、私歌った中学生の時の。え、歌ってたん？歌った。めちゃめちゃ元気やん。そう、なんかクイズみたいなのやった記憶がある。うん。お姉はんの美声が響き渡るやってほんまや。カラオケ何歌った？え、中学生の時の修学旅行、あのゆいまーる歌った。え、どこ行った中学生の時。私修学旅行、修学旅行はディズニーランドと上野とペンションかな、静岡のペンション。私中学違ったからさ、うん、ここと中学違うから。そうやな。うん、私はあの沖縄行ったん。いいな。ゆいまーるっていう歌歌った。ゆいまーる、何それ。ゆいまーるって歌ってた。なんで知ってんの、はい、その歌。いや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 、歌ってるやんみんな。有名な有名らしいで。あ、でも人生でその時しか聞いたことないけど聞いて歌ったすごいな。懐かしい。ペンション泊まったな。ペンションって今思うとなんか怖くない？うん、怖い。普通になんか森の中にあるペンション、山の中にある。デッドバイデイライトみたい。お前な、やりたいなゲーム。共同作業って意味ないって、ゆいまーるって。へぇ。クラスで歌ったけど、あまり恥ずかしかったって言う人いるね。ゆいまーる。うん、一緒の人いるやん。え、全力で歌ったらしい。でも目立つの好きやから。あと何やったっけな。なんか沖縄の歌何個か勉強したね。すご。全然知らん、沖縄は。ネイマールじゃない。それ怖い。マジ怖い。マジで怖い。怖くない。マジで怖いんやけど。私は実験したから。怖いっけ。めちゃめちゃ怖かったな。神話歌じゃない。え、何歌ったか忘れた。アロハー、サトウキビ、ハワイ行ったな。サトウキビっぽい歌なくない？え、オリオンビールは。オリオンビールそれは聞いたことあるな。なんだ、そうそう、忘れた。もう中学生とか何年前よ。ハワイ行きたい。ハワイ行きたい。後ろのここもやってる。そうやね。私もそれやりたい。え、違うんよね。多分が。私もこの間やった時より増えてんねんけど。アップデートしたんかな。12秒間がすごい。あ、気づかう。気づかう。うずく。ざわわって。あ、それ。それ。ザワワ、それ、ザワワ、ザワワってだと、ザワワ、オリオンビールの T シャツ着るココちゃん着てましたね。あ、あったかも、これか。あ、これちゃう、さっきのやつや。あ、顔見えへんくなって見えへんやん。てかこの間さ、お姉ちゃんとあの買い出しに行った時に久しぶりに外歩いて初めての靴履いたら靴ずれしてて、両足靴ずれしたね、お姉ちゃん。え、私ここの靴履きやすかった。めちゃめちゃ痒い、痛いし痒い。ビーム出えへん。そうそうそう、サトウキビ畑忘れた。わーざわーわーザワは有名ですね。
ハワイ行きたい。私が小学2年生の時やったから覚えてないもん。私何回か行ったで、あの後。ええ、マジ？あの乗り換えで。あ、乗り換えでね。ハワイ。ずる。ずるいわ。私ハワイ行った時もうかゆかった思い出しかないもん。謎のジンマシン。ああ、謎のジンマシン。うん、行きたいな。行きたい。ハワイは近くないやん、そこまで。近いな。うん、近いしすぐ行けるし。うん、なんてここの2人でいろいろシェアできてます。寒いとは、うん、はい、海外準備早いですね。確かに小2で行った。お姉ちゃんのね、小6の卒業旅行でしたね。うん、小6卒業旅行やった。うん、私の方があれ、わし2歳か3歳ぐらいでハワイ連れてかれてるらしいね。連れてってもらったっけ、記憶。いいの覚えてない。悪くないだから。私もそれぐらいじゃん。2歳ぐらいの時に沖縄旅行行ってるって言ってた。うん、覚えてない。ハワイ年間で4センチくらい日本に近づいてるらしい。じゃあ何年？4センチか。くっつく。頑張って。何年後にくっつくの？もっと早く動いてほしい。オーストラリアは行った。ブリスベンにいた、中2の時に。10日間ぐらい留学した。あ、10日間なんや、あれ。10日間ぐらい。ずっと行ったイメージあった。10日間ぐらい。うん。コアラと写真撮って。そう、コアラ抱っこした。いいね。シュウペイポーズ。私、二重幅広いから。シュウペイポーズって書いてた。面白。知ってる？知ってるよ。私大好きやもん。ぺこぱさんな。めっちゃ面白い。大好き。面白い。な。時を戻そう。結構使う。時を戻そう。あの、コアラって時間戻すときに、時を戻そうっつって、時間戻してるもん、友達と。いいやん。え、集まり？うん、集まり、時間戻すときにさ。集まりで、頑張ろう。私もブリスベンに留学してたよ、やって。お、一緒。すごい。結構いた。まさか、こんなところに。普段姉妹で何話すの？で、最近は映画見ようって話ばっかしてる。うん。何の映画見るって。あれ見たな。ジュマンジと。あれ面白かった。あの、うん、マジシャンのやつ。マジシャンのね。何やったっけ、うん、何やったっけ忘れた。なんか名前すぐ忘れちゃう。4人のやつ。うん、マジック、うん。あれ、続き見たいよな。もっとシリーズしてほしいよな、うん。あれめっちゃ面白い。あ、ベイブや。ベイブ見れてない。ベイブいや、ベイブをね、紹介されて面白いよって。え、じゃあ昔のやつ見た。小学生の時に見た。え、そんな前だった。うん。めっちゃ昔の映画やで、ね。うん、そうなんや。1990何年とかじゃん。何時？あ、グランドイリュージョン、それ。なんでよかったん？誰？え、すごくない？え、こんだけの情報ですごくない？誰？すごすぎる。4人のやつ。マジック4人で。4人かもくれた。すごい。やっぱ有名なんかも。有名なんかな、うん、グランドイリュージョン。それめっちゃ面白かった。めっちゃおもろい。いや、でもジュマンジおもろいな。ジュマンジ面白い。おもろい。反応してます。あと、うん、ミッションインポッシブルを一気にしようとしてます。な、今してる。うん。今日この後見る予定。うん、ミッションインポッシブル。
お姉はんは洋楽洋画派、字幕なし、洋画、絶対洋画、字幕はない洋画はあの映画館でやってないから、こ日本では字幕絶対、私は字幕ないと困るのでありです。吹き替えはほぼ見えへんかな。ペットは吹き替えじゃなしで見た、そのまんまで見た。吹き替えやったらニュアンス違ったりするから、本当、うん、英語のこと。トム・クルーズさんのです。わかーって言ってたな、お姉ちゃん。うん、びっくりした。さっき5分だけ見てんの、初めて。うん。一瞬見て、先に配信しようって言って、止めたんやけど、うん。字幕なしでも理解できるよ。そりゃそうやん。字幕なしでも理解できるやん。無理。I don't know. ワイルドスピード。ワイルドスピードが見たいって思ってた。でも車に興味ないからな。へえ。ユーズドカー面白い。あ、吹き替え版嫌いじゃないで、吹き替えは吹き替えで好き。でも先に英語で見て。字幕だったら。おかなんです。コラボは1時間たら切れるって。通知何時からしたっけ？まだまで。30分ぐらい今。うん。30分ぐらい。コンディション面白かったよって。何それ？知らへん。何歳差？ 4 歳差。4学年差。4学年差。実際3歳差。ほぼ3歳差。サボテンブラザーズ。何それ？やって。ウォーキングデッドはココが見てた、私は。途中。めっちゃ途中、シーズン7かな。ゾンビとか無理。いや、面白いけど長いんですよね。いや、ホラーがね、怖い。ゾンビ系面白い。バイオハザードも面白い。ネットフリックスじゃなくてユーネクストです。高いの使ってる。月々2000円ちょい。高っ。だからポイント貯まるんか。そう。私アマゾン早くポイント貯まる。暑い。この部屋暑い。うん、キョンシー？キョンシーは怖そう。キョンシー見た全部。いい。無理。思い出した。ああいうの怖い。何？待って。何？待って。ああ。まあなんか。あったや。止まった。止まった。え、あ、思い出した。あの小学生の時に、クウが小学生か中学生か、うん、修学旅行で横浜行った。うん、誰と？ここが修学旅行で、私も一人で、いやいや修学旅行やから学校、私の学校で、え、どういうこと？え、横浜行ったやん、一人で、一人じゃなくて修学旅行一人で、え、何？いや、え、修学旅行かな、遠足か分からへんけど横浜行ってん、ここが、うん、で、うん、違う、え、中学生、え、覚えて、小学生、中学生やと思う、うん、なんで行ってん横浜に、で中華街でお土産買ってきてって言ったん、ここに、私に、うん、そう、そしたらキョンシーのお札を買ってきたの、私にいらねえいらねえ、キョンシーの札もらってきもらったので、うん、当時私アメリカに住んでたから、うん、お母さんからこうからのお土産っつって送られてきたの、うん、開けたら教師の札が10枚綴りで入ってて、怖っ、めっちゃ怖かったけど、呪いや、でもそれ壁に貼ったんよ、一応飾ったと思って壁に教師の札貼って、うん、めっちゃ呪われたやみたいになった、怖っ、思い出しためっちゃ怖いやん、何それ、私買ったんかな、そうそう、えー、覚えてない、覚えてる、修学旅行では行ってないと思う、え、なんかね、中華街行って
そう。3人で行ったんだよ。そう、貼った。うわ、あの写真あるはず。なんかね、キャンセルの札貼ってる壁の写真撮った。探そう。ここは。なんで、なんでもよかった、お土産は。うん、何でもよかった。私任せるって言ったの。キャンセル正解やった。まだ、うん。やばいな、お前初めてです。子供やな、育てて黄色いやつな、うん、行ったんかな、行ったって、だって行ってへんかった、誰買ったん今で。そうやな、覚えてないけど、うん、修学旅行、なんやろな、すぐ忘れんね、ほんまに。もう昔の話とかも、思い出話は忘れてる。その写真見つけたら載っけるわ。見たみたい。怖っ、ぬるいやわ。全然選んでないやろって言われた。多分選んで悩んだ末、それやったんやと思うね。でも私、いつも変なの買ってくるもんな、修学旅行。うん。なんか小学校で、京都とか行った時に、奈良とか。なんか奈良の、なんかが入ってる、なんか四角い、光ってるなんかやつとかをいとこに買ってあげてた。いや、お姉ちゃん知らんと思う。知らん。お家で飾ってるかも。いとこにあげた記憶はある。そしたらもう一つの私と同い年のいとこが同じとこ行って同じの買ってたらしい。ハーストンで行ったことない。嘘、会えない。ハウステンボス行きたい、ずっと行きたいなと思ってます。行きたい。長崎のハウステンボス。あ、そう、光ってるやつ。今までのお土産で一番嬉しかったものは、え、過去からのお土産ってあんまない。うん、なんやろ、何やろ、人からもらったやつ。お土産で、おばはよくお土産くれる。でも誕生日に買ってくれた、うん、化粧品類は全部嬉しかった。私が買った。そう、覚えてんやん。覚えてない、覚えてない。ほんまに覚えてない。なんかね、うん、あ、お姉ちゃんのお土産めっちゃ嬉しかったね、海外の。うん、私はシリアルとか。私めっちゃいろいろ買って帰ってん。お姉ちゃん海外行ってるからさ、うん、毎回いろいろ買ってん。いや、海外はほらな、いいな、あれも使ってる、チョコレートの匂いのシャ、シェーディングとハイライト、うん、狙ってんねん、私のなくなったから。あれやろ。狙われてる。狙ってんねん。無理無理。新しいの買って。いや、私お土産センスはいいと思ってる、自分で。いいです、いいです。だってお姉ちゃんいい品買ったもん、本当に。うん、いい品買ったな、ほぼほぼ。もういい品買ったよな、4年くらい。いい品買った、いい品買ったよな、全然いい品買った。だここがその NMB 活動してた時、まるまるほぼ知らん。うん、うん、でその前からいい買ったね、中学の時から。それはそう、いたわ。いい品買った。あ、いい品買った、いいかった、うん。中、ここが中3の段階で私いいひんかった。うん。いや、気づいたらいいんかったもん。でも中1の時とかお姉ちゃんに一緒に内緒でユニバ行ってた。出たし。内緒。もういいやろ、今は。そう、結構ね、うん、抜け出していったな、ユニバ。私どうやって言ってたんやろ、抜け出したんかな。分かる。え、じゃあここに、ここ
でも休みの日とかあるもんね。休みやんな。分からんけど、うん、しょっちゅうユニバ行ってた。休みやったもん、お姉ちゃんと一緒にさってユニバ行ってました。内緒で。あ、じゃあダンス習ってたんや。あ、そう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 、そうや、ダンス習ってて、うちが高校 2,3 年とかの時に京都でダンス習いに行ってて、そうそうそう、でここも一緒に行くってなって、うん、でダンス行くはあと行くふりしてユニバ行ったりしたユニバ行ってた。いやでもダンスも行ってたね。ダンスも絶対行ってたけど、あの、うん、月額いくらの授業取り放題とかで、うん、取り放題めっちゃよかった。決めてやるんやけど、うん、年パス年パス年パスで、え、でもお母さんやつもよく言ってたもんな。うん、懐かしい。ヤンキーで草って言われたの。懐かしいな。じゃあなんか厳しいとかじゃなくて、あ、そのユニバに、うん、何回も行くことってその当時は悪いことだなって思って、いや堂々と言えへんかったな。ダンス行ってくれって言って。いやでもダンス習わせてもらってたのめっちゃ嬉しかった、うん、京都まで、うん、そんなな一つ県その一つの隣の県。お母さんも見てる。見てるでしょきっと。いやそんなに怒る人じゃないから、お母さんとパパは。楽しかったなー。てかダンスがめっちゃ楽しかった、習ってるの。そうダンスの格好でユニバ行った。だからあの、そうやったっけ、行った行った、ジャージとかでユニバ行った。あ、そう、うん、覚えてるわ。私よくさ、タンクトップに、うん、短い T シャツで肩出しの子をダボって着るような服着てた、うん、あーあれな、よく着てたな。そうそうそう、よく着てたやん。あ、着てた着てた。あれでユニバとか普通に行ってたもん。うん、もう一回ダンス習いたい。うん、ユニバで言わんかったの。踊ってたと思う。お姉ちゃんもうダンスやめて3年よ。ダンスやりたい。3年しか撮ってない、うん、私もうすぐ1年。8月でダンスっていうのか。踊ってみて。え、ダンスやりたいな。やりたい、習いたい。習いに行こう。ね。何のダンス習いたい。I'm from. I'm from Japan. Japan. from Shiga. 日本です。お姉さんが踊れる NMB の曲ありますか。ない。あ、多分見てないもん。フルで歌える曲もないんじゃない。なさそう。なぎいち。なぎいち歌えんな。うん、なぎいち歌える。おお。ちょっと踊れる。多分手振りぐらい。お姉ちゃん見に来たことラストだけやもんな。え、うん。横浜スーパーアリーナ行った。あ、来てくれたっけ。うん。行った行った。え、家族席いたやん、私。知らへん。じゃあ、なんでやねん。なんでやねん。知らへん、知らへん。ちょっと前にいたやん。知らへん。覚えてない。僕が、あの、うちがコノミンさん好きやからって。あ、教えたわ、私。そう。して、コノミンさんに。指さしてわーってやって、で、なんか、イソッペは私の顔知ってるから、うん、前通るついてくれた。こうやってお辞儀していったから、とか思って、お辞儀してったとか。あれちゃん、ユニバちゃん、それ。なので、ユニバは、ユニバも行った。ユニバはさ、ユニバ来てくれたよ、うん。ユニバはさ、あの、このボールボール来てたやん。もらえたな。うん、そう。私に来てくれたやん。お姉ちゃんにね、わざわざこのお姉さん渡してくれたんです、ボール。そう。このみさん推しのお姉ちゃん。って言ってくれた。え、なんて？え、渡してあげてって。私が言ったよな、多
言ってない多分くれた。好みさんがお姉ちゃん来てますって言ったら多分気づいて渡してくれたね。優しい。そうやで、優しい。ずっとあのうちあの前、うん、今ここに引っ越す前まで住んでた家の時に玄関に、うん、あ飾ってた100均のトレーの上にそのコノミンボール乗っけて飾ってたから玄関に、うん、飾ってた飾ってた懐かしいな。すごくない？あそこ私らよく見に行ってたとかやな、お姉ちゃん。んユニバ。ユニバ？ああそうそうそう、それな、すごいよな。よくすごいよな今思ったら、うん、すごい。え、外の地球儀の前でも踊ったね。握手会は1回だけ行った。1回だけ行った。1回来てくれた。しかも何か理由が DS が欲しくて渡したよな私が。なんか CD はさ協力しようと思って買ったの、うん、でそこに握手券ついてるやん。で、うん、今まで全部その握手券申し訳ないけど流しちゃってていけなくて予定が合わずに、うんうん、でもさ1回だけ予定があってその幕張メッセに行ったのね、うん、1人で行ったの。1人参戦して、でやり方も何も知らんやん。でパスポートだけ持ってこいって言われたから、もうどういう検査されるんやろうと思ってめっちゃ怖くて、カバンの中身とか全部見られるのかなと思って。どんな感じなん？普通に行ってパスポート見せてって言われて、なんか証明書、うん、顔写真付きの、うんうんうん、普通にさって入れてくれた。え、パスポートはいいの？パスポートか、何だっけ、あの顔ついてるやつ。そう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 、自動車。その時免許持ってへんかったから。うんうん。で、行くやん。で、こう、レーンいっぱいあるやん。うん、で、ここのレーンに行こうと思ったけど、うん、好み2枚だって。うん、で、その好みの方先行って、うん。喋って、で、ここの方行って、うん、で、なんか、何人かでも、その当時から知ってくれてる人知ってたから、うん、お姉ちゃんって。うんうん。が、何人か話しかけてくれて、うんうん、でここのレーン行ったけど目的は DS やったから、うん、握手だけ。お姉ちゃんに DS 渡したけど、そう言われたの。握手どうするって言われたから、握手するわっつって握手して、握手して渡した。そうでしたら剥がすの人がさ、あの、うん、急いで、はい、終了ですみたいな感じで剥がそうとしたけど、なんかこうがさ、あの、いやお姉ちゃんやからとか言って剥がすの人あーってなって、どうしようってなってあ、でもあれやんな、物渡したからダメですみたいな感じ。あ、そうそうそう、ダメです、物渡してダメです、あ、お姉ちゃんなんでみたいな感じで、あーってなってたな。そう、でもその人も多分仕事しなあかんからそりゃそうやろ、えってなってた、何渡しとんねんってなるやろ、どうしようってなってたDS を渡したっていう思い出があります。そうDS もらった、受け取った。おもろいな。DS あんの？ん？お家にあるか。この後返したよ、ここに。私に返したな。うん。滋賀県です。面白い。仕事のほうね。もうすぐ1時間ちゃう。早っ。裏で私、裏に会えないからね。そう、裏に行けへんかったのと、うん、私もあのスケジュールキチキチでその時間しか行ってなかったから、そうそうそう、しかも泊まりとかじゃなくてタイミングが多分ほんまはそうなん、その日の夜とかに会えたらその時に渡してもらいたかったんやけど、うん、ここも直行で帰るし私も予定があったから、うん、懐かしいですね、そのタイミングやって、うん、じゃああと5分で終わる？うん、55分に終わります。剥がしの人このルームにいませんか？うん、いい日やろな。すごい、握手会行ってみたい。どんな感じなんやろ。え、私もあのほんま最後の握手会行きたかった。うん、何回も券持ってたのに何回も行けへんかったし、なんかどうしようって言っても、うん、いいよこんくてってここに言われるから、うん、わかった
いねんな、幕張メッセって。遠いな。東京から。若干距離あるし。うん、大学しか行くの誰やろう。ジッヒーのサプライズで行こう。行きたいな。シオン行きたい。シオン行きたいな。うん。いやでも普通に会えるからいいや。なんかもっと。え、なんかその時に行くのが面白いで、結構。なあ、そうやな。行くのがいいからとかじゃなくて、その場所に行くってことが結構面白い。うん、絶対私知ってるファンの方とかいそう。私が知ってるファンの方。チッヒーは、え、私2回3回ぐらい顔合わせしたわ。そうやんな。新大久保。新大久保。一緒にいたよっけ。うん、新大久保あった。そっか。覚えてない。お姉ちゃん、お姉さん結構メンバーしてるんですね。うーん、知らんな、全然知らん、全然知らん。私が仲いいメンバーは知ってる。初めの頃の方が知ってる。うん、初めの頃の方がわかる。初めの頃1期生とか、え、じゃなくてここが入ったばっかの時の。あ、入ったばっかのメンバー、うん、の方がわかる。シオンはゲームしてる、一緒に。シオンオーバークック買ってくれたからやらないと。ほんまにやらない。やろう。ないない。食事、うん、ないない。ないですね。私は鶴橋行った以来会ってないです。あ、梅ちゃんは一回見に行ったな。裏で喋ったな。うん、梅ちゃん。舞台見に行ったやん。梅ちゃん。ああ、見に行ったな。そうやそうや。その時、裏楽屋の方行ったやん。梅坊か。うん。お姉ちゃん梅坊好きやもんな。うん。大好き。昔から好き。売れる前から好き。愛理ちゃん会えてないです。愛理ちゃんは喋ったことない。私喋ったことあるの誰やろ。覚えてんの、え、ハーコ覚えてる。ハーちゃん、うん、ね、なんでハーコ一回喋った。ハーちゃんね、うん、ココ帰ってくる町で、うん、で町みたいなところにいたらいた。この中身もう今の頃は誰も分からない。あ、私あの子、うん、あの可愛いと思う。誰？ココナ。あ、ミカニャンちゃん。ココナ？ココナやろ。うちココナはデビューした時から一番めっちゃ可愛いって言ってた。言ってたな。うん、いや、ココナはほんまに可愛い。ココナめっちゃ可愛い。私さ、うん、ココの卒業の日さ、最後、うん、こう握手してくれたよ、みんな並んで。え？え？いつ？あ、違ったっけ？あの日じゃなかったっけ？え、ここのいいんかったの？あ、いるよ、ここの。いたやろ？うん。最後さ、卒業公演の時さ、お見送りで、こう、みんな、劇場のところに立ってて、うん、で、うちら最後に出てったやん、うん、家族全員。うんうん。でその時にココナいてめっちゃ喋ったもん。嘘、喋ってくれた。てかメンバーみんないる中すごい申し訳なかったけど、